前回の動画は JR 東日本パスを使って郡山駅で200系カラーの E2 系に乗り、仙台駅でモーニングビールをして小町に乗り、秋田駅に来ました。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急稲穂14新潟行きです。途中羽後本庄、仁田保、久方、湯田、酒田、余目、鶴岡、厚木温泉、福屋、村上、坂町、中条、芝田、豊坂に停まります。グリーン車は1号車です。指定席は2号車から4号車です。自由席は5号車から7号車です。皆さん、秋田駅を時刻通り発車しております。それではこれから先、たまりません駅と到着時刻をご案内いたします。次は羽後本庄です。羽後本庄には17時11分の到着です。Passengers with green car reservations. Cars.稲穂は JR 東日本が新潟、酒田、秋田間を白新線、羽越本線経由で運転する特急列車です。新潟県、山形県、秋田県の間、営業距離 273.0km で、所有時間は約3時間30分です。直流と交流が切り替わる高直流電車の E653系が運用されています。稲穂の由来は、日本有数の米どころである庄内平野を走ることから、
稲作の稲穂にちなんだものです。このチャンネルで一番初めに取り上げたことと、私の本名と同じ由来でついている名前から愛着があり、チャンネル名にしました。2021年、2022年の地震で東北新幹線が不通になったことによる臨時快速として、本来走ることのない那須塩原仙台間を稲穂が走りました。その動画も合わせてご覧ください。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急稲穂14新潟行きです。途中余部、鶴岡、厚見温泉、福屋、村上、
山までですよね。私は